touching me, electricity, what you doing to me? Just one more time, I cannot fight this feeling. And with your lips to mine, all that I'd ever want. But I know you're not the kind of girl that I can really trust, no. Cause you do whatever you want, baby, what about it? I walk away, I won't get too far, I try to stay.コンセプトがですね、私が考えさせていただいたんですけれども、自分の足でつながる暮らし、自分で歩くことに着目したグループホームとさせていただきました。100年先までこんにちは、百ちゃんの続きです。今回は2023年12月1日にオープンするグループホーム楽しい家武蔵境をルームツアーしてみたいと思います。施設の詳しい情報や一押しポイントをめぐりんに紹介してもらったり、施設長のインタビューもありますのでお楽しみに。それでは早速行ってみましょう。ようこそ楽しい家武蔵境へ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、こちらの武蔵境という地域はどんな地域なんですか？はい、武蔵境は東京都武蔵野市に位置している町です。JR 中央線ですとか西武多摩川線が乗り入れており、新宿まで約16分、池袋まで約18分と都心へのアクセスもかなり良好な町となっております。いいですね。はい、また駅前にはですね、大型の商業施設ですとか飲食店が立ち並ぶ一方で、緑地ですとか、浄水場、あと自然豊かな公園などもたくさんございます。他にも、小学校ですとか中学校、高等学校など教育機関も揃っておりますし、図書館ですとか児童館といった子育て支援施設なども充実しているので、武蔵境はとても暮らしやすい町ということで人気を集めております。それでは施設内をご案内いたします。よろしくお願いします。お願いいたします。ではまず1階のフロアからどうぞ。こちらが今県食堂となっております。日の光が入ってすごい明るいですね。はい、こちらでは普段はお食事をしていただいたりですとか、ご利用者様同士の交流の場ですとか、あとはレクリエーションを楽しんでいただける場となっております。結構広々してるんでいろいろできそうですね。そうですね、このテーブルを動かして機能訓練などもすることができます。ご入居された方にはですね、お一人お一人目標を立ててもらおうと考えています。目標を達成するために日常的にですね、貸筋力を中心としたリハビリを行ったり、と生活リハビリなんかにも力を入れていきたいと考えております。で、最終的にはですね、最初に立てた目標の場所に実際に行ってみるっていうような取り組みをしていきたいと考えております。こちらにはテラスもご用意しております。いいですね。はい、こちら の家具についてはですね、施設長がこだわって家具屋さんと一緒に選び抜いたものとなっております。なんかすごい座り心地やばそうな。そうですね、座り心地もなんですけど、水はけも非常にいいので外に置くのに適したクッションとなっております。でも日向ぼっこできていいですね。そうですね、日差しがたくさん入るので。ここでめぐりんの一押しポイント。こちらの一押しポイントはズバリインテリアです。はい、こちらのテーブルですとか椅子もそうなんですけれども、先ほどご紹介したテラスも含
めて全て施設長が選んだものですので、はい、かなりこだわって選んでいただいてます。ね、なんかおしゃれですもんね。そうなんです、色とかも全部決めていただいたので、はい、とても魅力的だと思います。続いてこちらがキッチンになっております。はい、すごい綺麗なキッチンですね。はい、基本的には自由に出入りして使っていただいていいんですけれども、まあ、必要に応じてスタッフも一緒に調理したりお手伝いさせていただきます。ここなんかカウンターになってるんですね。キッチンで調理しながら作れるんですね。そうですね、ご利用者様同士でも交流ができます。なんかこうすごいいろんな調理器具がありますね。はい、オーブンレンジですとか、トースターはもちろんなんですけれども、こちらの施設ではホームベーカリーもご用意しております。はい、今まさにパン焼いてます。はい、いいですね、出来立てのパン食べれるの素敵です。はい、お料理様の使われるとかではないんですけど、普段の食事はどうやって食べるんですか。はい、基本的にはメニューなどもスタッフと一緒にご利用者様で食べたいものを決めていただいて、それに合わせて買い物に行っていただいて、でこちらで調理して皆さんで召し上がっていただくというふうになっております。みんなで作ってみんなで食べるのいいですね。いいですよね。でご入居者様に対してはですね、アルバム型日記っていうものを作ろうと考えております。それどういったものかと言いますと、前働いていたデイサービスでの取り組みなんですけれども、1日の活動の様子を写真にたくさん撮ってノートにたくさん貼り付けると、でコメントとともに記録していって、最終的にはアルバムとして思い出として残るというような取り組みになっております。浴室とトイレが各階にございますので、そちらを紹介いたします。こちらへどうぞ。こちらが浴室になります。どうぞ。こちらが浴室です。入浴の際はですね、基本的にはスタッフがお手伝いさせていただきます。でこちら入り口ですとか浴槽の近くにも手すりがございますので、安心してお使いいただけます。こちらが相談室になります。どうぞ。こちらの相談室では入居の相談はもちろんなんですけれども、ご家族様との面会にもご利用いただけます。それでは続いて居室をご案内いたします。お願いします。こちらが居室になります。結構多分天井高いですね。そうですね、天井が高いのでちょっと広く見えます。こちらのお部屋には全室介護用のベッド、エアコン、あと収納スペースが備え付けてあります。ナスコールもございます。入居者さんは全員にお声掛けをするっていうのを大事にしております。朝の挨拶はもちろんなんですけれども、日常的な会話っていうのも全員とお話ししようというふうに心に決めております。楽しい武蔵境では地域にたくさん出ていきたいと考えております。ぜひ武蔵野市の皆様も遊びに来てください。お待ちしてます。まだまだ紹介したいところがございますので、ぜひ施設見学にいらしてください。よろしくお願いします。社長ありがとうございました。ありがとうございました。You
今回の動画が良かったなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。他にもインスタグラムと X もやっておりますのでフォローをお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。未来を創造する総合福祉企業ケア21。